お前らは敵なんだよ。カムル連合石火。キルアのカンムルは自身の肉体に電気の負荷をかけ、潜在能力の限界すら超越する動きを強制する技である。カムル電光石火。あらかじめプログラムした攻撃が敵の害を示すオーラの揺らぎに反応する。脳の命令を省き、反射のみで繰り出される限界を超越した攻撃は容易に敵の肉体の動きを追い越した。あの素早さを計算に入れつつ、キルア様をおとなしくさせる手段を考えなきゃね。よっしゃ、これだけ離れりゃまず一安心かな。寝かしたから無理。ま、そっちの事情は知んねえけど、てめえがムカつくってことは十分分かった。この円の中に入ったら殺す。分身つってもさ、元は全部お前の細胞だろ。焼け焦げればそこは死ぬ。電撃来いよ、そぎ取ってはぜてやるから。消えた。カンムル。ほほう、成長しましたね、坊ちゃん。人を止められるのはこの私だけです。その娘を渡せば人を止めましょう。消えろクズ野郎が。電光石火。ゴン、俺が行くまで待ってろよ。電光石火により驚異的な速さでゴンの元へ着いたキルアが聞いたのは、あれはどっちの。ゴン、ゴンなのか。キルア、
その姿を見て、すぐにビスケを連想したキルアだったが、全く異質なものだと直感した。ビスケは容姿が激変しただけで、内包するオーラが爆発的に増加したわけじゃない。何よりビスケは元の姿に戻っただけ。けど、ゴンは逆。何年、十数年、何十年、絶え間ない修行を経て、ようやくたどり着くはずの姿。どれほどの代償を払えば、これだけのオーラを。ダメだ、そんな、もうこれ以上、そんな力、一体、この先、どれほどの。